皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのトシです。今日は一生懸命勉強してるのに成績が上がらない、こういう人のことについて考えてみたいと思います。まず成績が上がらない原因、一番多いのがこれ量が不足していると。自分ではたくさん勉強してる、長い時間勉強してるね。でも実際には解いている問題の数が少ない、時間が長いだけ。でも本人は時間が長いから自分は勉強してるんだ、親もうちの子はね長く勉強してくれるんだよね、でも成績上がらない。実は問題の数が少ないと。ぜひ問題の数チェックしてみてください。対策として実際に自分が解いた問題の数を記録してみてください。意外と少ないかもしれません。2つ目です。基礎の部分が欠けていると。これ勉強の仕方の方なんですけれど、この量的に十分でもね、この基礎的な部分が抜けていると勉強は身につきません。例えば答え合わせをするとき、ね、間違えた問題、これがあると解き直さないでただね正答をそのまま写す人、意外といるでしょ、ね、解き方の意味がわからないまま、ね、曖昧なまま勉強が終わっちゃう。あ、今日はもうこんな時間になっちゃったから次は明日やろうと。明日やらないんですよね。そういうことで勉強が実は身についていないと。そういう人、対策としては答え合わせで間違えた部分ね、これをやり直して解説を読んで解き方を説明できるようにすると。できればね、友達にこれはこう解くんだよって、ね、教えてあげるくらいのレベル、こうなるといいですよね。で、説明ができない場合、解説を読んでも説明ができない場合、この場合は自分がどこがわからないのかわからない、どこが抜けているのか自分ではわからないので、ぜひ学校や塾の先生に聞いてみましょう。で、説明してもらって、今度先生が教えてもらったことを、先生から教えてもらったことを自分でもう一回繰り返してみると、ね、そして解き方を説明できるようにしてくださいと。それから3つ目です。これも多いですね。勉強が終わるとすぐゲーム、ね、またはテレビとパソコン、スマホとすぐやっちゃうと。そうすると成績伸びにくくしています。自分で実は脳ってのは新しい情報が入ってくると古い情報をどん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 消していってしまいます。一生懸命勉強した、終わったすぐゲームって言ったら、今度ゲームの情報が入ってきて今勉強したことどん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 消えていっちゃいます。ですからね、すぐにはゲームはやらない、テレビは見ないと。まず勉強が終わったらその内容を1分くらいでいいんですね、1、2分で今日やった問題、どんなことをやったか、これ思い出してください、ね、そうすることで頭に残りやすくなります。そしてその後ゲームがやりたいとか、スマホを見たいと、テレビを見たいとしたら少しだけ時間をあげてください、ね、すぐにゲームをやらないと。少しだけ5分でいいので5分時間を置いて、その後でぜひゲーム、テレビ、スマホやるようにしてください。そうすることで結構勉強した内容以前よりは頭に残るようになるはずです、ね、今回は一生懸命勉強してるのに成績が上がらない、その理由について考えてみました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。